グリーーンンコミュニケーションご案内役松岡千鶴ですこの番組は宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン人と人心が通う環境を作る厚生会武田病院日本料理でおもてなしやげんぼりグループのご協力でお届けします。 今日からグリーーンンコミュニケーションこの番組では私たちの住む京都から環境平和芸術健康食の問題などを取り上げ地球に優しい生活スタイルを提案しますさあもう暑いなって言ってましたら9月も後半に入りました少しこう秋めいてきたかなと。 いうふうに思っておられる方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか台風あまり来ないでとお願いしたいですね皆様いかがお過ごしでしょうかさてこの9月20日から26日までは動物愛護週間なんだそうです今回は公益財団法人動物環境福祉協会エヴァ理事長そしてもちろん女優でいらっしゃる杉本彩さんに 僕たちは物じゃない命なんだそんなテーマでお話を伺います杉本さんこんにちははいこんにちはよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします、えー、杉本彩さんといえば、えー、こう皆さんどんな 意思 <laughs> 一番に持たれますでしょうかね。こうなんかど <laughs> うん、うん、よく言われることってどういうことですか。ラテンダンスの情熱的なイメージがー <laughs> そうですよね。やっぱり強いみたいですね。<laughs> どなたと内村さんと踊ってらっしゃったん,んと、ず、はいぶん長い12年ぐらいの番組の企画の中で、はい、ほとんどあのラテンダンスの方をやってたんですね。あ、そうですか。な、えー、あれは元々ゼロからを始めだったのか。はい はいあの子供の頃ねクラシックバレーとかモダンバレーの経験はあるんですけれどもあのずっともダンスにおいてはブランコが長くて本当にあの番組の企画で私27歳の時ですよもうずいぶんお昔ですよねいやいやいや本当そいやいや何年前かわかんないですね20年以上前の話ですよ本当ですか本当です本当ですその時にですねあの20年ぐらいですねだいたいはいわかりました。 えとこういう企画があるんだけどやってみませんか?」って番組から声がかかって私もともとラテンとかすごく興味があったのでやりたいです向いてますよね見るからにはいでお引き受けしてものすごいハマってしまいましてですねで企画もすごく人気企画で12年間続いたんです、はい、そうすると亡くなってもう何年も経ったと、うん、何年も経ったんですけれども、はい、ちょうどその後30歳の時に。ええ アルゼンチン単語に出会ったんですね。番組とかは全然関係ない企画で、はい、でまず出会うでしょうね。は <laughs> いなんか本当になんかね、その単語の音楽がすごい好きだったので、はい。だからそういった意味でもこう単語で踊りたいという気持ちがあって、はい。それでアルゼンチンの旅番組っていうのがたまたまあって、はい<う>。その旅番組で何したいですかって言われたときに私、私アルゼンチンで単語を習いたいですって言ったんですね。わお。そっからまたこう単語に魅了されてですね。はい。 ずっと単語は今戻り続けてるんですけどもあそうなんですかあの日本であまりそういうアルゼンチン単語バンドっていうのはあまりないんですけども、はい、京都にでも一ア,アストロリコさんともよ,よく存じ上げておりますあそうですか、はい、あのラジオカフェで長年番組されてまして、はい、そうなんです、ね、そよね私のあのショーとか、ねはい、でもあの演奏していただいたことあるんですあどそうなんですがご縁がありますねはい ああのそのアルゼンチン単語と出会ってそのアルゼンチン単語は今も、はい、じゃあ続けているとそうです続けてますそうですか、はい、あそれはそれはというところですね <laughs> やっぱりダンスの魅力っていうと、はい。 そうすすると結構スポーツですよね、うん、あの社交ダンスにおいてはねスポーツダンスなんですよね、はい、まあ10種目ありますけど一口に社交ダンスと言ってもでもアルゼンチン単語っていうのはスポーツというよりはやっぱりどっちかっていうと芸術っていう側面が強くてですねあのどっちかっていうとこう男と女のディープな世界を表現するには非常にふさわしいのがアルゼンチン単語なんですよ。似合いますね、はい だから多分自分の表現したい世界とのマッチングがすすすごい良かかったんんだと思ううででよねそ皆さんが思ってらっしゃるイメージもぴったりだなっていうそらそうだろうってそんな感じですね。はそんな杉本さんなんですけれどもテレビのコメンテーターとかいろんな番組でもちろん拝見したりはするんですがお住まいは京都。今ね えー、本拠地は京都なんですよね。あ、そうなん。ただ、やっぱり、しご、東京で仕事しなきゃいけないので。本当ですね、半分、半分ぐらいです。今は生活。だ<あ>、えっ、ー、とね、五年ぐらい前から、そんな生活スタイルになりました。あ,あ、そうですか。はい。 京都のええー、ととここ悪いこ <laughs> 気に入らないとことかいろいろあるかなとそうやって半々で住まれたらあるかなっていうふうにあの本当にやっぱり長年京都離れてて、はい、それでまた京都に住むようになって非常に客観的にいろんんな物事見れるんですよ<あ>だからいいとこも今まで気づかなかったこといっぱいあるけど京都って大変やなと思う <laughs> 確かに <laughs>。 ありますよ、人間関係とか。ああ、わかりました。<laughs> ね、ただ京都の人は一見。暑いんですよ、ね。そうですね。情が深くて熱いですよね。一旦こう、お知り合いになると、本当にいろいろなつながりがこう,う広がっていく世界でも。でやっぱり程よい、こう、このコミュニティっていうか。 なんかかだらどっちかというと全国の方からちょっと京都の人って誤解されがちなんですけど情報が深くて熱い人多いですよっていうのでこれちょっと強めに言いたいです本当ですねもう京都やっぱり大好きですよねそうですねやっぱりいいとこですよいいとこですそして文化的にも自然環境も人も素晴らしいということですねやっぱり文化レベルも高いですしはいわかりましたさあ今日の本題なんですがこの 公益財団法人動物環境福祉協会のこのエヴァの理事長でいらっしゃる杉本さんどういうことかなとまずこのエヴァってどういう。 団体なんで動物福祉の向上を目的に、はい、あの活動している団体なんですけれどもあの現在は本当にあの一般財団から立ち上げましてですね 1>,、はい、あの1年後に公益認定をいただきまして公益法人として活動しているんですけど、まあ、大きな目的は一言で言ってしまえば人と動物が幸せに共生できる社会づくりを目指してということがあの大きな活動の趣旨なんですね。はい、はいで えっと具体的な活動としましては、やっぱりこの日本の世の中で、動物を取り巻く問題というのがものすごいたくさんあるんですね。いろんな。問題があにあるんです。<と>一口に動物の問題と言っても、はい、まあペットの問題から、はい、畜産の問題から、動物実験の問題から。もう本当に毛皮の問題から、さまざまあるんですよね。はい、本当にでも、全部やりたいんですけれども、それやりきれないですよね。はい、やっぱりあのそ、そこでテーマを絞って、私たちは、この一番身近。 なペットの問題を主に取り上げてて活動してるんですけれどもただあの他のジャンルにおいても例えばお話ししてください講演してくださいっていうご依頼があると引き受けしてあの講演やらせていただくというようなスタンスではやってるんですけれども、まあ、まずやっぱりその動物たちを取り巻くペットを取り巻く問題っていうところで殺処分が年間 もう今少なくなってきたとはいええー、一番最新のデータでもう10万頭以上の犬や猫が、まあ、人間の無責任な飼育放棄によったりとかあそういったことが原因で、えーまあ、本当に罪のない動物たちが殺されてしまっているっていう現状があるんですよね。殺処分される、はい、その犬や猫ペットたちは えー、養育放棄というか飼育放棄によるそういう原因がほとんどなんでしょうか、はいうん、ああのいろいろあるんですけれども、はい、飼育放棄であったりとかあとはあの町に野良猫がいますよね、はい、でそういう猫たちっていうのはもともと飼育放棄によって捨てられた猫たちが繁殖して野良化したっていうことが大きな原因になって だかね。そういった、まあ、町にいる猫たちがですね不妊巨勢手術してないものだから繁殖力が強くてどんどん増えますであの不妊被害があの、ね、地域の方に出たりもします、はい、そして生まれてきた子猫たちがすぐ保健所に持ち込まれてですねもう本当に殺されるためだけに殺処分されてるっていうのが現状なんですね。で 本当にあのそういったこう本当に無益な殺傷ですよねこれってねそうですねそうですねこういったことを、はい、本当にあの社会のモラルとして人間のモラルとしてですねこんなことをやり続けている社会っていうのは本当にあの健全じゃないと思うんですよねはいはいねそういったことの殺処分をやっぱりなくしていきたいというような強い思いを持って、えー、活動をしているんですけれどもそれにはやっぱり現状を、えー どういいいいった問題があるのかあるるののかかとうううもそくつうですよ、ね、どうして飼育放棄がそんなに多いのかとかどうしてこんなに町に猫が増えちゃったのかとかねそういった根本的な原因も含めて皆さんに知っていただいて知っていただくことによって初めて問題に目を向けていただくのでまずは改善に向かうためには知っていただくっていうことが必要だということで動物愛護の,あの意識の向上を目指して。 ということと現状の問題の周知ということを目的にですね全国に公演の活動をあの、はいはい 生かしてて、いただいているんですね。あ,あ、そうですか。はい、それ。そ活動は結構幅広いですね。すねすねそれとか、あとはやっぱり動物の命とか福祉を守るための法律っていうのが。日本は非常に緩いんですよ。はい、あの先進国に、あの動物愛護先進国と言われている。ヨーロッパとか北欧とかに比べまして、すごく緩い。だが、それが故に。非常にあの動物たちがもう、本当に目も背けたくなるような。ひどい状況に追い込まれているっていうこと。が あるので、やっぱり法律面とか。まあ、いろんな制度ももっとこう強化していかなければいけないというようなことがすごく、あのまあ、大切なあのミッションでもあるので、えー、国とか自治体に対して、えー、法律改正とか制度づくりに対する政策提言をやらせていただいているんですね。はい、そういう動物を取り巻く、様々な課題というのは、はい、そういう飼い主の無責任以外に。はい い、えー、いくつかその理由ががああるるとと思うううんですけどこまずこんな家族としてねこう一緒に住んでた動物たちをなんでこんなにこう非常なまでにね飼育放棄できるんだろうっていうそもそもの原因をこう掘り返せばですね、はい、やっぱり何の覚悟もなく安易に動物を迎えてるっていうことがまずベースにあると思うんですよね。ペット 多分覗いて「あっかの犬。そうなゃったとか「恋の子猫がまるでぬいぐるみのようにねショーケースの中に売られていたら。まあ あ町街中にも、はい、京都の町中にもそういうお店があるかなと思うんですが、はい、やっぱり「まあ愛い,いっていう声をよく聞きますよね。とにかくそこでしっかりとした説明も受けないまま自分も勉強しないままあの知識のないままにまるでぬいぐるみを購入するように衝動買いをしてしまうっていう方が本当に多いんです。で そもそもやっぱりああやって生態を展示して販売してるっていうビジネス自体が衝動買いをを促すすことを目的にややっっぱりやってるわけなんですよねだからやっぱ、まああのまあ、その流れに乗ってしまって、えー、無責任に購入してしまうっていう方がやっぱり後を絶たないっていうやっぱりこの市場のねいろんなね日本の,そのビジネスの形っていうものがあるのでやっぱりそれは。 変えていかなければいけないんじゃないかと思うんですよね。そこは法律も,も変えなければならないというところにつながると。はい、これがね難しいところで、結局そういう商売をしちゃいけませんよっていうことはないわけですよね。法律で禁じられてるわけじゃないし、はい、何が悪いかっていうと、はい、明確な理由っていうのは、はい、あのない。その商売をするにあたって、はい、動物たちの福祉に配慮した、はい、あの厳しい規制がないんですよ。 そういう動物うこのエヴァのこの名称なんですけども、うんはい、動物環境福祉というところにそういう杉本さんの思いが、はい、こう込められているかなと。はいはい 環境福祉をそういう視点で考えるってあんまり私たちはない可能性があるというか結局ね動物たちっていうのは本当に言葉を話さないだけで私たち人間と同じようにものすごい豊かな感情を持ってて心を持ってるんですねそして非常に高い知能を持ってるんですよね、はい、だからそのやっぱり痛みも感じる動物たちがですねまるで物のように扱われている存在に扱われているっていうことはやっぱりこれ人として社会として非 非常にあのモラルが低いと思うんですね。はい、で、こういった低いモラルの世の中要するに人間社会の中で動物たちは一番の弱者だからその弱者の命が軽視され存在に扱われている社会で。 人間がゆ心豊かに幸せに暮らせるはずないんですよだからやっぱり人間の福祉の問題だっていろんな問題がボロボロ出てきますよねそりゃそうだと思うんですよねまずそういったやっぱり弱い立場のものを守るっていう思いやりとか優しさとかいうものがこうベースにしっかりね ないから同じ命んだとやっぱりそういうところにそういう視点にならないと物事は始始まらないまこのもともとの根っこの問題をちゃんと理解しないとしっかりとした福祉ってまだのは構築されていかないし世の中がやっぱり成熟していかないっていうふうにものすごく痛感します成熟した社会かどうかと言われたら日本はそうじゃないものすごということがいろんな問題に ね、全部共通なんですよだから動物の問題っていうふうに言われがちですけどこれ動物の問題じゃなくて人間の問題なんですよ、はい、人間が社会が命をどう扱うか命とどう向き合うかっていう、ね、本当にものすすごい深刻なな問題なんでまあ杉、はい、本さんの思いがこの短い時間の間でも本当に伝わってき、えー、たんですけどもこの。 女優であり、はい、その単語が大好きな杉本さんが。はい、そのようにこう動物の。<laughs> はい、動物の環境や福祉について考えるに。至った何かきっかけってあったんですか。はい、まず。はい。この活動を始めたきっかけっていうのは。本当にもう二十五年ぐらい前に。はい。<laughs> で昔でしょう。<laughs> いえいえ。あの、本当二十代の頃ですよ。あの。たまたま。 撮影所の敷地内にもう弱って病気になって死にかけてる子猫を見つけてしまったんですねこれ見て見ぬふりできないのであの保護してですね病院に連れて行って病気を治してしばらくうちで保護してたんですねでその時すでにうちには2匹猫がいたので一人暮らしでこれ以上迎えるのはあまり賢明ではないと思い家族になってくださる方を探して、えー、1ヶ月か1ヶ月半後に見つかったんですよね。うん でその時すでに長く一緒にいたのでものすごい情が映ってたんですけどす、ね、号泣しながら情とさせていただいたただんです、はい、でその時に本当だったら自分の気持ちに流されてねあのこのまま置いておこうかなってこと とも選択でできたんですけどやっぱり動物の幸せを優先するべきだっっていう,ふうに強く思ったんですねなんでその時そう思ったのか本当に私もよくわからないんですけどもそれが本当に第一歩だったんですけどそれ以降動物を保護しては譲として保護しては譲としてっていう非常に地道な,なの身近自分の身近なところの活動からスタートして。はいうん それがどん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 問題を知るごとにですねあの深みにう例えばいろんなこう世の中に虐待事件とか起こりますよね、はい、なんでこんなことが起こるんだろうってやってるうちにもう本当に根本的な問題から解決していかないとこれ終わらないんだなと思ったんですよ。 その時に一人ででは限界があると思ったんですやっぱりみんなの声を集めて大きな声にしていくにはちゃんと組織化して、えー、やっていかないともう太刀打ちできないなと思ったんですね。はい、それで3年近く前にあの、うん、財団法人の方を立ち上げたっていうのが経緯ですね。あそうですかちなみにこの「エヴァ」っていうのは何か意味があるんですか、はい、これはラテン語で、はい、命あるものって っていう意味なんですよ。<ー>だからエヴァさんっていうお名前の女性結構いらっしゃいますよね。はい、そういう意味合いを込めて、皆さんなんか多分エヴァっていう名前をつけてらっしゃるのかもしれないですね。あ,あ、そうですか。はい、わかりました。はい、さあえー、杉本さんは近々京都でイベントをされるそうです。この後はそのお話を伺います。はい からグリーンコミュニケーション引き続き、公益財団法人動物環境福祉協会エヴァ理事長。そして女優の杉本彩さんにお話を伺います。杉本さん、あの京都で近々イベント。近々というか、本当にもう明日です。すいません。そうなんですよ。やっぱりね、こういったもの。そうと言いますと、九月十七、十七、十八ですね。はい、土曜日、日曜日。はい。何があるんでしょう。かそうですね。どううい もう本当にあの趣旨はですねこういった問題を皆さん知っていくたためにですねそのきっかけとして楽しい弁当とかあの なんか学んでいただくようなイベントをやりたいっていうところであのこういったことを開催することになったんですけれども、はい、ハッピーアニマルフェスタ2016、はい、動物愛護週間というものがあの9月にございますからそれに向けてのイベントとなります。2> えー、で、えー、と2日間にわたりものすごいねあのたくさんのプログラムをご用意してるんですけれども、はい、まずあの17日の昼間ですね、えー、昼間はあの地域猫活動っていうのがありますよね。あの京都だと町猫活動って言うんですけどす、はい、結局あの ちゃんと言われている子たちをがもうこれ以上増えないように不妊巨生手術をして、うん、あの元いた場所に戻して地域の方とボランティアの方とで,で行政管理の下で温かくあの 障害涯全うできるように見守っていくっていう制度があるんですねそれは全国的に今すごく推奨されている活動なんですけど京都にも町猫活動として存在しています、はい、で、こういったものをテーマにしたすごく綺麗なね、うん、美しい写真なんですこれはね神戸の地域猫を扱った写真なんですけれどもその写真を皆さんに見ていただきながら朗読会をまずさせていただきます、はい、それとあとはあのカスプっていう大学生の動物愛護の連盟があるんですよ京都大学同社大 大学立命館大学で、はい、それぞれみんな若い学生さんたちがね。<ー>この問題に真剣に向き合って取り組んでいます。で、彼女たちのあの何て言うか、こういう様々なね。あの大学猫とかを中心にしたプレゼンテーションをあのまず、えー、次に聞いていただくっていうのがあるんですね。 そして同じく昼間はですね。映画ドキュメンタ映画なんですけど、みんな生きている飼い主のいない猫と暮らしてっていう。すごい映画があるんですけど。日本の映画。ですか日本の映画なんですね。<ー>これね。この今お話ししたその地域猫とか野良猫の。さまざまな問題がありますけど、それが。 現状一体どういったものかってもうその全貌が全部この映画を見れば分かるそして海外はどんな風にそれに取り組んでるかとか、はい、そのこの問題を解決していくためには何が必要かっていうところまでねしっかりとシリアスに描かれた映画なんですけどとにかくかわいい猫のねかわいいしぐもいっぱい出てきてすっごいユーモアが。 ユーモア豊富に描かれてる映画なので、はい、ものすごい楽しく見ていただけるんですね。あ,あそうですこれも本当におすすめ映画です。そうですか。時間がないなっていう人は、はい、この映画を見るだけでもいい、ね、見るだけでもいいんです。意味があいもう本当にあの昼の部はね、皆さん1000円でね入場していただけるので、ぜひもうどれだけ見ていただいても昼間は1000円なので、ああでぜひぜひあの、はい、来ていただきたいですね。はい、そして、えー、第二部の えと夜の部ですねこれは車椅子ダンスショーとあと<う>ラテンジャズの,あの音楽ライブをね組み合わせてやらせていただくんですけど車椅子ダンスを私踊りますあの車椅子ダンスっていうのがどういったものかというと車いすを使用されている方と、はいまあ、健常者である私がペアを組んで、うん、あの踊る一つの社交ダンスみたいなものなんですね。うんはい、でこれっていうのは あの、なんとか健常者である、こうスタンディングしている。高さが、高低差がありますよね、はい。健常者の方が、あの、リーダーになって、はい、あの、リードしていくんですよ。組むっていうことは、ね、はい、そんだけ高低差がある。ので可能なんですね。可能ですね、大変です。けれども、はい、可能です。屈むっていう感じではなく。絡む、ものもあれば。かがむ、かがむ。 かがむもありますそしてホールドして絡んで動くものもあればちょっと離れて動くものもありますし回転させたり回転したりとかっていう普通はあれですよねスタンディング同士のペアは男性がリーダーになりますけれどもこの車いすダンスの場合はスタンディングしてるのは女性であろうか男性であろうが健常者の方がリーダーっていうようなそうすると杉本さんがそのリーダーなっで。 車椅子ダンスショーをやりますそして、はいはい、あとラテンジャズのチャリティーコンサートはドイツからですねあのこのラテンジャズのボーカリストが来日してくれるんですけど<ー>彼女もねすごいあの 情熱的な動動物愛護の活動家でですね、はい、ドイツで活動っていうのは非常に動物愛護の先進国なのでそっから彼女はいろんなことを学んでそれをこう日本に反映させたいって思いがすごい強くてですね<ー>で今回来日してくれてですね、はい、あの歌を歌 生バンドで歌ってくれるんですけど、彼女はね、ですかねドイツ在住なんですけど、もともと大阪出身でめちゃめちゃソウルフルな歌を歌うんですよ。ということは日本人日本人なんですけど、そうなんです本当に何か日本人のスピリットじゃないなっていうくらいソウルフルなんですね。えー、で,でこれね前回も5月にね、私オーガナイズしてライブをやらせていただいた時き、うん、来てくださった方がもうみんな感動してくれて、えー、もうぜひねこれもご覧いただきたいと思います。そうですか。はい、今その9月17 土曜日の一日目のスケジュール伺ったんですけども、はいはい、あの開会のご挨拶が12時で、はい、そのラテンの素敵な、はい、パワフルな、えー、ソウルフルなラテンジャズが、はいえー、19時35分からね、19時35分ら結構長丁場、もう長丁場ですね。本当に私古るかそうですね。<laughs> これはそうすると一日。 まあ、あの楽しむかついろんなことを知ることができると本当学びながら楽しんでいただくという、ね、とても、ねはい、あの貴重な機会になるんじゃないかなと思うんですね。はい、それであの2部の方もも、ね、3500円で車、えー、マスダンスショーとライブと見ていただけるのでとてもあのお求めやすい価格になっています。 以降が二部、はい、第二部とゼロが第二部ですね、えー。プラスの入場料ということになるわけですね。そうですか。そして十八二日目はどうなんでしょうか。二、はい、日目はね ですねえっと11時からスタートするんですけどまず私たちの団体のエヴァの活動報告を少しだけ私がやらせていただきますそしてその後ですねあの京都の視覚障害者の松永さんという方にですね講演をいただく、はい、ご講演いただくんですけれども見えない世界を伝えたいということで見えない世界っていうのはどういうことなのかで想像できないですね松永さんは、はい、あの途中から40代からあの資格が奪われてあの 視覚障害者になったっていう方なんですけれども、はい、あの。で、この方がやっぱり今までこうさまざまな。あの体験されてきたことを感じてることっていうのを、こう伝えてくださるんですね。<ー>で、見えるということも経験された。そそのされた人が。見えない世界っていうのが、どういうものか。<ー>その中でやっぱり、その中でいろんなご苦労もあったと思うし。はい、いろんな感動もあったと思うんです。はい、で、そういったことを伝えてくださって、そして、私もこの方と数年前に出会って、そのお話聞いた時に。すっ こなんかいろんんなことに教えられれて気づかされたんですね、はい、でその方に直接見えない方をサポートするための手引きっていうのがあるじゃないですかい<や>手引きっていうねサポートのやり方があるんですけどあそ,すあのその見えない方がじゃあ困ってた時にどういうふうにお声をかけてどういうふうにサポートさせていただいたらいいかっていうのを手引きっていうんですね、はい、それを私数年前に教えていただいてそれもねすごい本当に知らなく やっぱ知ってよかったなってすごいね。その時いろんなこと感動したんですよ。そうですか。<あ>わた、うん、私たちはその、はい、そういう手引きがあるっていうことは知らないんですよ。そうですよね。多分そういったものがあるってこともなかなかご存知ないと思うんですね。本当ですねはい。で。 やっぱりそこでもし自分が何かしらそういう困ってらっしゃる方に遭遇してお声かけして何かお手伝いすることができたらそれって自分の幸せでもあるじゃないですか何か誰かの役に立てたってすごい幸せなことじゃないですかそしてその困ってたご本人も、はい、みんながハッピーなことですよね。とういうことです、ね、この私の感動を本当皆さんに伝えたいということでご講演と手引きのやり方のデモンストレーションをやらせていただくんですよ。そ,すそして第第部部がは日 目の二部と同じように車ルスダンスとラテンジャズのコンサートと両方やらせていただきます。あ,あそうですか。はい。いや本当にあの学ぶことができて楽しむこともできて、はい、もう本当に欲張りな二つだからなという気がします。はい、ますあのぜひ皆さんもあの京都の街中の非常に便利なところにありますから、はい、場所。

これからこんなことに取り組みたいとか何かあります？そうですね。だからやっぱりその動物の問題だけじゃなくて、やっぱり人と動物の問題って問題が根本同じだよということで今回この心のバリアフリーっていうのをテーマにはいやらせていただいたんですね。はい。同じ命なんだという視点に立つということがやっぱりそこが大切ですね。はいわかりました。はい。杉本さんにお話を伺いました。ありがとうございました。